竹河原温泉駅前高等温泉館海寺温泉の大型リゾートホテル名番温泉の湯の花小屋湯煙が上がる鉄林温泉街鉄林虫湯鉄林付近の源泉名称会地獄名称地の池地獄別府温泉は大分県別府市内各地に数百ある温泉の総称講義には別府温泉郷ともいい特に古くから由来のある八つの温泉地は 別府八8八月八日選定と呼ばれている。競技には、抗義の別府温泉を構成する温泉のうちの別府市中心部にある温泉街を言う温泉都市として知られる別府は、源泉数、湧出量ともに日本一。泉都とも呼ばれる別府市には、鶴見学と、その約4キロメートル北にあるガラン岳という二つの火山の東側に、多数の温泉が湧き出ている。 また、帰還を呈する自然流出の源泉を観光名所化した別府地獄巡りなど観光スポットも充実しており、別府市には毎年800万人を超える観光客が訪れる。豊かな温泉資源は観光や市民生活だけでなく、古くは明板の生産から地熱発電、医療、柿栽培、養魚業、最近では温泉泥美容まで、 様々な産業に幅広く利用されている。別府市内には古くから由来の異なる温泉郷が8つあり、別府八湯と呼ばれているが、これは1996年8月8日8時8分8秒に地元の観光産業研究会が別府八湯が手に独立宣言を提唱して定着したものである。昭和初期の別府温泉郷は、 主に当時向けの鉄林温泉と、明番温泉、保養的な関海寺温泉、観楽街の色彩が強い浜脇温泉と、北浜温泉に大まかに分かれていた。別府八湯では、毎年4月初めに、別府八湯の豊かな温泉の恵みに感謝して、別府八湯温泉祭りが開催されている。また、2001年から開催されている別府八湯温泉博覧会や、 別府八湯の選び抜かれた温泉施設から88湯に入浴し、温泉道名人の認定を目指す別府八湯温泉道という体験型イベントがある。別府温泉は JR 別府駅周辺に位置する温泉街である。歴史的には北浜温泉と呼ばれた。駅に近く交通の便が良い。単純線、食塩線、重曹線、重炭サンド類線など、 多数の温泉が湧き、各泉室に応じて効能がある。地元住民を対象とした、町内会経営の共同温泉も多く、観光客も利用できる。温泉街は、別府八湯の中では最も歓楽的な要素が強く、夜になれば飲食店や、別府タワーなど繁華街のネオンがきらめく。現行の役の戦勝者が保養に来たという、くのき温泉など、 古くから、ルカワの川沿いに、いくつもの温泉が湧き出し、江戸時代後期の温泉番付にも登場する。昔の別府の玄関口旧別府港の開港とともに、発展した温泉街で、旧港の近くには、入茂やハフの外観を持つ、市営温泉、竹河原温泉があり、温泉の他に砂湯が楽しめる。竹河原温泉と竹河原工事木造アーケードは、 別府温泉関連遺産として2009年2月6日に近代化産業遺産に認定されている。珍珠神である温泉神社は現在は八幡長県神社に合祀されており、楠木港の開港時に祀られた鳩場神社は竹川原温泉の北にある。浜脇温泉は長県川の川口一帯にある温泉街で JR 東別府駅の前の海沿いに位置する。 市営温泉、浜脇温泉、ユトピア浜脇がある他は、小さな共同温泉が多い。現在は、名前の由来となった、砂浜に温泉が湧く様子は見られないが、鎌倉時代には、八幡町県神社の門前町として栄え、大友氏が温泉奉行を置いて、温泉を整備した。江戸時代後期の1817年に書かれた、温泉番付。 諸国温泉高能館では、西の全島三枚目で、別府温泉よりも上位にランキングされ、川口の船だめも、当時船でにぎわっていた。炭酸水素沿線、塩化物線など。関海寺温泉は、長県川上流の山の斜面の古い街道沿いにある、温泉街で、別府湾の見晴らしが良い。単純泉、含む重層食塩線で、神経痛。 マ町に効能がある。大型リゾートホテル、杉野井ホテルと、室内温水プール、アクアビート、ボーリング場、劇場や、大展望露天風呂などのレジャー施設が並ぶ。堀田温泉は、関海寺温泉のさらに奥、湯布院温泉へ向かう九州横断道路沿いにある、源泉地帯で、江戸時代に開かれた、静かな山の湯地場である。湯量が豊富で、 別府市内の共同温泉などへの給湯もされている。大分県道52号別府省内線沿いに、市営温泉、堀田温泉がある。泉室は、弱酸性低調性高温泉、洋泉である。明番温泉は、別府市外から少し離れた、ガランタケ中腹の標高400メートルのところにある、地熱地帯で、その名の通り、 江戸時代から苗板が採取されてきた山の温泉街。休憩者の地熱地帯に別府石の石垣が築かれ湯の花小屋が立ち並び湯煙の立ち込める明板温泉の景観は鉄輪温泉とともに別府の湯煙温泉地景観の名称で国の重要文化的景観として選定されている。湯の花の採取施設である湯の花小屋は一部見学が可能である。 泉質は、酸性硫化水素泉、緑板泉で、神経痛やリウマチ、皮膚病に効能があり、市営温泉、鶴寿樹泉がある。コロイド用を含んで白濁した温泉が多いが、別府温泉保養ランドでは、美肌効果の高い、泥湯が味わえる。また、別府湾や別府市の街並みを見渡せる地区の高台には、ANA インターコンチネンタル、別府リゾートスパがある。 別府明番温泉の湯の花製造技術は国の重要無形民族文化財に指定されている。鉄林温泉鹿島旅館に見られる地獄虫設備。鉄林温泉は別府市街と明番温泉との中間にあり、いまだに当時場の雰囲気を残す温泉街。鹿島旅館が立ち並び随所から湯煙の立ち上る鉄林温泉の景観は明番温泉とともに 別府の湯煙、温泉地景観の名称で、国の重要文化的景観として選定されている。当時客は、鹿島旅館にある温泉の蒸気を利用した装置、地獄釜で自炊しながら、超投流する。温泉の蒸気は、部屋の暖房にも使われている。周辺に、多様な地獄が存在することからわかるように、泉質毛単純線食塩線 炭酸鉄線など多彩である。岩風呂、砂湯、滝湯、露天風呂など、様々な温泉が楽しめる。外湯の氷炭温泉を代表に、大小多数の温泉施設や、食材の持ち込みも可能で手軽に、地獄釜を利用できる地獄虫工房もある。別府地獄巡りの中心に位置し、周辺には、海地獄、鬼死坊主地獄、山地獄、かまど地獄。 鬼山地獄、白池地獄などの観光施設や、大衆演劇の芝居後やヤングセンターなどの娯楽施設も存在する。鉄林地獄地帯公園の付近には日本で最初の地熱発電に用いられた泉源跡があり、また、野菜、牡蠣の温泉熱利用による栽培、育種の研究が行われている牡蠣研究所がある。平家湯伝説によれば、 鎌倉時代広大な地獄地帯であった、この地を一辺が非男日売神社祭人の導きで、最初に整備したとされ、市営温泉、鉄林虫湯の向かいには、一辺が開いたとされる虫、湯跡が、今も残る。毎年9月には、鉄林湯網祭りが開催され、虫、湯のそばの温泉さん福寺では、小人像を渋の湯などで洗い清める、湯網法要が行われる。 温泉街の山手の坂を登った先には、温泉神社がある。鉄輪の温泉街芝石温泉は、血の池地獄や流漢地獄の一帯にある由緒ある、温泉で、895年に、大御天皇、1044年に、御霊勢天皇が入島したと言われている。芝石川に沿った谷間に、市営温泉、芝石温泉がある。泉室は、含む鉄線。 硫酸塩泉などである。亀川温泉は JR 亀川駅すぐの海沿いにある温泉街で、泉質はナトリウム、塩化物泉である。大正時代に開院した海軍病院を中心に発展し、1950年には別府競輪場が開設された。亀川駅の近くには市営温泉、浜田温泉と浜田温泉資料館がある。 一辺が九州に上陸した地点と言い伝えられている商人が浜に、市営温泉、別府海浜左右がある。11種類の軽示汚染室のうち、以下の10種類が入浴用途に用いられている。なお、別府市は7種類が確認されているとしている。別府駅、開業記念式典暮れない丸地球物理学研究所、本館、瀬戸内海の女王暮れない丸郊外には、 温泉付きマンションが林立するようになった、別府駅周辺ソルパセオ、銀座商店街。近年は飲食店の集積が進み再活性化、プラットフォームも立地する。国際的な会議も開催される、ビーコンプラザと、グローバルタワー現代の別府市にあたる、文後国早見軍の鶴見学山陸に温泉が湧く、ことは、古代より広く知られていたが、 鶴見だけの活発な噴火活動で、荒れ地や沼地になっており、整備されていなかった。文語国風土記や、万葉集には、現在の芝石温泉の地の池地獄にあたる、赤湯の泉や、鉄林温泉の地獄地帯にあたる、九倍流の伊藤についての記載がある。瀬戸内海を挟んで向かい合う伊予国について記した、伊予国風土記一文には、大国主名が、 鶴見山麓から湧く、早見の湯を海底に管を通して、道後温泉へと導き、少なび粉の命の病を癒したという神話が載る。771年に創始されたとされる日、男日売神社は、鶴見だけの二つの山頂を火の角度命、日滝早女命の男女二柱の神として祀って、おり、別府八湯の守り神として、信仰を集めている。 芝石温泉は、平安時代、別府温泉と、鉄輪温泉は、鎌倉時代には、湯治場として利用されていた。浜脇温泉は、八幡田朝神社の門前町として栄え、鎌倉中期には、大友よりが、日なご太郎左衛門上清本温泉奉行とし、朝軒川、長石川、流川沿いなどに流出する温泉が整備されていた。流川の近くにあった。 楠ノ温泉には、現行の役の戦勝者が保養に来た記録が残っている。鉄林温泉は一辺が開いたと伝わる。江戸時代には、明板温泉で明板の生産が始まり、街道沿いの寛海寺温泉や堀田温泉や、亀川温泉が整備され、瀬戸内海沿岸各地から湯治船が集まった。特に、浜脇温泉と別府温泉は、 温泉番付では必ず上位に登場するなど、次第に、それぞれの温泉周辺に温泉街が形成され、庶民の当時が一般的となった。これらの温泉街では当時生活の必需品として、水事に用いるザルなどの竹細工や、櫛などの杖細工が盛んとなって、現在も生産が続いており、工芸品としても発達した別府竹細工は、 国の伝統的工芸品にも指定されている。明治時代に入り、別府では1882年にあらかめイムが湯月と呼ばれる温泉掘削技術を導入し、自然有出に依存していた温泉源を人為的に開発できるようになった。交通では1871年に県令の松方正義によって別府港の整備が完成していた。 1873年には、大阪解消者によって、大阪航路が開かれ蒸気船、駅丸が就航し、2年後には、他社の、万寿丸、琴平丸、安全丸、大成丸、両波丸も就航して、大阪と別府を結ぶ瀬戸内航路は、競争時代を迎えた。1900年5月には、九州発で、日本で5番目の開業となる、路面電車、 別大線が走り、またその運行のために、日本で2番目となる火力発電所が設置され、その電力で街灯も整備されると、別府の中心部、ルカワ海隈は夜も不夜城の賑わいを見せるようになる。1911年7月16日には別府駅が開業。1912年5月には観光開発を目的とした大阪商船の先頭級客船。 紅丸が、阪神、別府航路に就航し、柳原白蓮ゆかりの灼道御殿、遊ぶ別荘など、在界の大物の別荘も多く建てられるようになった。次第に発展を見せた別府には、駅と港の周辺に、商店、劇場、芝居小屋が立ち並ぶ、観楽街が形成されたり、高温の温泉が噴出する地獄が観光施設として整備されたり、 少女歌劇を売りにした鶴見園や当時珍しいケーブルカーが話題を呼んだ別府遊園といった遊園地なども作られたりした。一方で、海、陸軍の病院や九州大学の温泉治療学研究所と付属病院、京都大学地球物理学教室、付属地球物理学研究所など、豊富な温泉資源を医療や科学に生かす施設も次々に建てられた。 そして、別府観光の父油や熊八の登場により、別府温泉の名は全国へと広まった。当時流行の長官絵師吉田初三郎を徴用し、温泉マークや、山は、富士海は、瀬戸内は、別府というキャッチコピーを用いた別府温泉の宣伝手法は熊八のアイデアである。さらに、1928年1月には、別府地獄巡り遊覧バスを運行し、 全国初の女性バスガイドの案内で回る地獄巡りは大人気となった。この頃、別府を舞台に大きな博覧会が催され、1928年4月に開催された中外産業博覧会や、1937年3月に開催された別府国際温泉観光、大博覧会も多くの入場者を集めた。ヘレン・ケラー、フランスの詩人ポール・クローデル。 ピアニストのアルフレッド・コルトーといった欧米著名人も来訪した。また、1929年から1940年までの間、旧日本海軍の連合艦隊が、たびたび入港した。1933年の記録では、2月9日に、鳥海、マヤ、高尾、オ、アタゴなど1万トン級の最新鋭重1 2洋艦を、中心とする、第二艦隊29隻が、 さらに2月21日には、第一艦隊機関の戦艦、道の区以下35隻が、別府湾に停泊し、沖合にずらりと並んだ艦船から上陸してくる、延べ何万人もの将兵で、別府の街は、海軍一式となった。太平洋戦争で戦災に遭うことなく、終戦を迎えた別府には戦後、新中軍が駐留。占領終了後の高度経済成長期には、 新婚旅行や修学旅行などで最盛期を迎えた。1950年には国際観光文化都市の第1号として国際観光温泉文化都市に指定され、1957年には別府温泉観光産業大博覧会が開催されると別府競輪場や別府タワー、鶴見だけの別府ロープウェイ九州横断道路が開業するなど、 観光施設の開発も、相次ぎ、宿泊施設も、急激に増大していった。当時、大阪との間を結ぶ瀬戸内航路は、最盛期を迎え、1960年には、瀬戸内海の女王とも呼ばれた暮れない丸が、就航したのを、はじめ、3000トン級、クルーズ客船が、最大時6席体制で、新婚旅行客などを別府へと運んだ。鉄輪、明板、 芝居市の各温泉は1985年3月19日に国民保養温泉地に指定されるが別府の観光客は1976年をピークにすでに減少に転じており1980年代までは1200万人前後で推移したものの1990年代のバブル崩壊後には1000万人台にまで落ち込んだ観光客減少の原因としては 国内各地でのテーマパーク開園や海外旅行の一般化等の国民の余興と娯楽の多様化団体旅行から個人旅行への変化等が挙げられている。しかしながらこれだけの多様な温泉群が密集する地区は全国的にも珍しく平成になって韓国などの日本国外からの利用客が増加した。さらに人口10万人あたりの留学生数が 日本一の大分県の中でも、立命館アジア太平洋大学などを抱える、別府市は特に留学生が多く、アジアのみならず、ヨーロッパやアフリカ各地からの留学生も、別府特有の共同温泉を中心とした、地域コミュニティにも、積極的に溶け込んで生活している。そしてこのような国際都市としてのメリットを活かして、欧米からの外国人個人旅行者の受け入れを、 本格化する取り組みを進めている。江戸時代、幕府の先売品である明板の生産をほぼ独占的に行っていた別府では、1923年に大分県と別府町の援助で京都大学が地球物理学研究所を設置。1925年には日本で最初の地熱発電が行われ、戦後になっても温泉資源の活用に多角的に取り組んできた。 1952年4月に設立された大分県温泉熱利用農業研究所では野菜、カキの温泉熱利用による栽培、育種の研究が行われ、その他にも温泉による魚の養殖や杉の井ホテルでは消費電力の約半分を敷地内の地熱発電で賄っている。最近では別府の多彩な泉質の源泉から取れる色とりどりの温泉泥の利用を 大分大学医学部、広島大学、日本分離大学、角場大学、大分県産業科学技術センターなどが共同で研究し、温泉泥美容ファンゴティカが開発されるなどしている。医療分野においては、1912年には陸軍病院が、1925年には海軍病院が開院して、温泉療法の実践が始まると、1931年には、 九州大学の温泉治療学研究所が設置され、温泉治療の研究が行われてきた。また、太平洋戦争後は、原子爆弾被爆者別府温泉療養研究所が開設され、被爆者援護においても、温泉療法の研究が行われた。このように別府において、温泉資源の利活用が広範囲に及ぶようになったのは、明治期の数さほりによる、 源泉掘削、湯月の発達によるところが大きい。明治12年頃にこの技術が導入された結果、明治9年にはすべて自然輸出であった泉。泉源が明治44年には自然輸出線が17箇所であったのに対し、掘削線は76箇所となった。温泉都市となった現在、市内には各町内ごとに住民がお金を出し合って儲けた。 共同温泉が数百あると言われており、自家源泉を持っている。個人宅も少なくない。今では、カズ堀から、掘削機械に置き換わっているが、現在も、複数の温泉供給会社が、源泉数、輸出量ともに、日本一の別府温泉を支えている。別府温泉では1996年8月8日8時8分8秒に、有志が、 別府八湯独立宣言を発表し、それぞれの温泉の魅力の発信に取り組んだ結果、別府八湯の名が広く知られるようになった。近年では、行政による、老朽化していた、市営温泉のリニューアルや街並み整備などの一方、別府アルゲリッチ音楽祭、別府八湯温泉道、別府八湯温泉博覧会など、地域の活性化を図るため、資源や人材を活用した。 新しい模索や試みも行われている。特に、音迫的地域活性化の手法は、全国の同じような悩みを持つ観光地へと輸出され、各地で成果を上げつつある。そんな中、2008年7月9日付で、別府市中心市街地活性化基本計画が、内閣総理大臣の認定を受けたことで、別府温泉界祝いでは、き店舗を改装した、交流施設。 プラットフォームがいくつか整備され、一部には別府だけ、在庫の職人工房、セレクトショップなどの観光交流拠点が誕生している。さらに、これらのプラットフォームをメイン会場に、2009年4月11日から6月14日までの間に、トリエンナーレ形式で、第1回の別府現代芸術フェスティバル湖に浴温泉世界が開催されている。 温泉都市として発達し、戦災も免れた別府には、長瀬京山設計の京都、大学地球物理学研究所本館や、吉田鉄夫設計の別府市公会堂、別府郵便局電話事務室など、良質な近代建築が、今も残っている。観光ボランティアガイドが、別府八湯の、各エリアの街の魅力を紹介しながら案内する別府、八湯多くが12コースあり、 コースによっては毎日街歩きツアーが開催されているものもある。別府観光の歴史を伝える絵はがき、ポスター、レコードなど約2万点の資料が施設博物館、平野資料館に所蔵されている。また、1995年にコンベンション施設ビーコンプラザを整備している別府は国際会議観光都市の認定も受けており、2007年12月には、 1> 第1回アジア太平洋水サミットが2010年8月には2010年日本 APEC の成長戦略ハイレベル会合が開催された。別府市指定文化財一覧、大分県指定文化財一覧、温泉関連の文化財一覧も参照のこと。ありがとうございます。